様子を確かめなくていいんでしょうか。助かるんだな。峠は越えた。だがこのままじゃ死んじまう。治療したんだろう。落ち着け。傷口はきれいに塞いどる。あとは栄養さえ取れば回復するじゃろう。だが見ての通り餌を口にせんのじゃ。そんなに弱っているのか。違う。こいつ自身の意志でガンとして拒んでおるんじゃ。その目で言うておるよ。人間なんぞに頼ってたまるかとな。誇り高いチョコボなんじゃろうな。意地を張って死ぬ気か。こやつの誇り高さ間違いなくバルハラの天使じゃ。天使は主と認めた者に従うという。お前さんに資格があれば言うことを聞くかもしれん。お前さんの手で餌をやってみろ。ライトさん、他に手はありません。その野菜をチョコボ。これでいいのか。どうやらお前さんを主と認めたようじゃな。栄養さえ取らせれば順調に回復するじゃろう。ただしお前さんが世話を続ければの話じゃがな。他の人間に懐かんのではそれしか方法がない。世話すれば傷は癒えるんだな。おおとも。怪我が治れば伝説の通りお前さんを乗せてカオスの元へ導くじゃろう。回復のためには一にも二にも需要競争じゃ。栄養を取らせてやらないとな。どんな餌を与えればいい。ギサールの野菜にミルク、それから滋養薬をバランスよく与えることじゃな。村の連中に頼めば分けてもらえるじゃろ。チョコボは解放に向かっているようで一足。いや、まったく驚いたよ。ギサール先生を出し抜いて純白のチョコボを捕まえちゃうなんて。出し抜いた。私が捕らえたのが不満か。ごめん、言い方が悪かった。あのね、先生は何もかも投げ打ってバルハラの天使を追っかけてきた人なんだ。100年以上前なのに私が捕まえてしまった。横取りといえばそうなるな。結果的にはそうだけど、治療の役に立てたことは喜んでると思うよ。先生だけじゃない、村のみんながチョコボを助けたいと思ってる。こう見えても僕は村の世話役なんだ。わからないことがあったら僕に何でも聞いてよ。とはいえまだ全開までは手がかかりそうで。大丈夫、あのチョコボは絶対。それでも面倒を見るしかないな。ま、おお、あんたか。例の城。あの時は世話になったな。すぐに先生を連れてきてくれて助かった。よせよ、当たり前のことだ。ああそうだ、よかったらこれ使ってくれ。乗り物にするわけですね。伝説の通り。ちょっとそこ、野菜を踏んじゃダメよ。すまない、不注意だった。責めてんじゃないわ。やらかす前に注意しただけよ。ちょうどギサールの野菜を植えたとこだからね。確かチョコボの主食だったな。そう、ここの名産だよ。私はサララ、パパじゃなくて親父とここの農園をやってんの。よろしくね、ギサールの野菜。あの白い子に食べさせてあげて。ここで取れるんだけど今は親父がいなくてさ。それが最後の一房、とりあえずだけど受け取って。女神の神殿に眠るという大いなるカオスのもとへ。主、白き翼の見つかりが降臨したとの噂を聞き、九段のチョコボが白き天使であるなら。しつけというかお仕置きですか。さて次は。ここの人たちはお互い助け合って生きています。みんな親切にしてくれると思いますよ。あの子は大丈夫ですかね。もちろんあの真っ白なチョコボのことですが、よかったらこのミルク使ってくれません。お客に頼まれてたものなんだけど、あの姿見てられなくてね。あなたにあげますよ。いつでもどうぞ。少し食べろ。
どうじゃ、おせっかいな連中ばかりで驚いたか。ああ、本当に親切な土地柄なんだな。ウィルダネスではどの村もこんなもんじゃの。こんな辺境で一人で生きていくことはできん。誰かに親切にしてもらった分、自分も世話を焼く。それだけのことじゃ。これを飲め。珍しいチョコボとは言うが、やはり食うものは同じじゃの。霞を食って生きとるわけじゃなさそうだ。相変わらず私以外のものからは餌を受け取らないか。その点は変わらずじゃの。こやつの母親になったつもりで最後まで面倒を見てやれ。私に親が務まるかな。いい子にしていろ。なんとか一息ついたな。カンパスファームの連中もよくしてくれたじゃろ。ここじゃ助け合いの精神が染みついておる。そうせんと生きていけんからの。この調子で栄養を与えておけばじきに回復するじゃろうが。ただやつはお前さんからしか食わんときた。手術は終わった。わしの手分からんことがあったらそこの銃さん。今日は調子が良さそうだな。ギサールのや畑のあるコールのやつ、まあ畑を使う。大丈夫。休憩するならカンパスファームのや。どうぞ。より不便だけど彼がいるから平気よ。せっかくだからこっちを案内するわ。あ、そうそう、街道から外れちゃダメよ。ここら辺じゃね。はいはい、分かってるよ。母と娘か。
嫌でも思い出すよ。どうかしたのか？ええ、私にも家族がいた。実の娘みたいに可愛がってたのにね。別れがあったんだな。まあね、縁あって迎えた子なんだけど、よく懐いてくれた。ふさふさの毛が柔らかくてね。ふさふさ？ああ、そうか。猫かな？残念、犬よ。名前はコロネ。大事な家族だったんだよ。目を離した隙に迷子になって、それっきり帰ってこなかった。コロネの方は私のことを家族と思ってなかったのかもね。コロネ、ふさふさでと。獣の姿に来るがいい。やっやっ、私は真面目だからな。果てろ。やっ。やっ。よし。はっ。腕が立ちそうな人ですね。一つ。お仕事を頼まれてくれませんか？怪しげな話だな。そんなことはありません。ある魔物を倒してきた証拠、あなたにはそれをお持ちいただく。引き換えに僕は報酬を差し上げる。ただそれだけの取引です。見返りは？チョコボの餌、それもアリエスの村で調達した
特別なやつです。いかがでしょう。運が良かったな。ちょうどチョコボの餌を探していたんだ。それは良かった。ありがとう。取引成立ですね。よし、これで胸を張ってヤクトに帰れるぞ。そんなもの何に使うんだ。昇格試験ですよ。僕はヤクトの狩猟団で見習いをしてるんです。早く正式な団員になりたいんですが、見習いから昇格するには獲物を仕留めた証が必要なんですよね。そうか、私に集めさせたのはその証だな。お前、私を利用して不正に合格する気か。全然不正ではありませんよ。どんなことをしても入手するのが入団の唯一の条件です。人の力を借りてはならないなんてどこにも書いてません。この世界で必要なのはただ一つ、ただサバイバルするための知恵と力、ルール無用こそが野生の掟なんです。調子のいいへりくつだ。実力もないのに入団してもすぐに挫折する。挫折なんて慣れっこです。この試験だって今まで落ちて落ちまくって101回も不合格でしたから。101回。あ、今心の中で僕のこと見下しましたね。いや、逆に見直した。並の人間にできることじゃない。101回も失敗できるのは101回もの挑戦を諦めなかったやつだけだ。そこまでの粘り強さは私にもない。さっきの言葉は取り消すよ。お前の心は十分強い。入団しても立派にやっていける。そう言われると照れちゃうな。結局自分で買ったわけじゃないし。そうだな。入団した後でまた101回しくじるかもな。それでもお前なら102回目でどうにかするさ。これが聖なる獣の姿だ。神の光が人に宿った。やっやっ、ここで攻める。邪魔だ。はっ、邪魔だ。次の戦いに。
するな。大丈夫か。なんたる回復力じゃ。先生、頼む。ああ、見てみよう。問題ない。人を乗せて走れるまでに回復しとる。まだまだ本調子とは言えんから、引き続き面倒を見てやることじゃな。それにしても、なんとまあ美しいチョコボじゃろうか。このわしの100年は全てこの瞬間のためにあったんじゃ。ありがとう。どうした？またどうぞ。どうも。一緒にウィルダネスを回ってみましょう。